増田学です。最近韓国の情勢とかですね、香港の、デモの話とか、はい、いろいろと国際情勢、日本の周辺でですね、はい、いろんな動きがありまして、これをどういうふうに読んでいくかですね、はい、アメリカの動向も含めてですね、はい、ここはその国際情勢の真相をですね、はい、普段から追っておられるですね、はい、江崎道夫さん、はい、現在拓殖大学の大学客員教授になられましたけれども、はい、今回このチャンネル2度目になりますけれども、はい、いろんな話をしてみたいと思います。どうぞ江崎さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本当にこのチャンネルで韓国問題やると皆さんすごいこの視聴数になりましてですね、はい、もう大変関心が高いんですけれども、はい、ただ大きな世界の流れから言うと、はい、米中の覇権戦争っていうのはあるでしょうし、はいはい、その中でのアメリカ の思惑とかですね、はい、いろんなものが絡んでるんじゃないかなというふうに思うんですが、はい、そのあたりから今の情勢どんなふうに思われますか。まず、ムンジェイン政権が去年から、はい、例のレーダー照射とかですね、はい、ああいう形で日本に対する嫌がらせをずっとやってますよね、やってて、でもう日韓関係はもう、戦後最悪だとか言うんですが、はい、戦後最悪なのは李承晩の時だと思うんですが、本当に悪い状況になってきてですね、でジーソニアからも離脱をするとか、はいはい、もういう形でもう日米韓の3国の安全保障っていうのでアジアを安定させていたのが、うん、もう完全に壊れつつあるという状況ですよね。でこの壊れるつある状況の中で、これ実は面白いのがですね、はい、今韓国も一枚岩じゃなくて、今産経新聞一部のものでやってますけど、ムン・ジェイン打倒のですね、はい、デモがすごいんですよね。そうですね、最近、はいはい、なんか100万人とか100万人とかですね、これ多分日本で100万人ってもありましたっけ。ちょっと聞いたことないですね。聞いたことないですよね、多分60年安保の時だって、例の国会の前の、はいはいはい、あれだってそこまで集まってないような状況ぐらいこう、なってるんですが、あれって、産経新聞なんかはいわゆる保守派が危機感を持って立ち上がったと、はいはいはい、いう言い方をしているんですが、もちろん保守派が立ち上がっているんですが、はい、実はこの保守派だけじゃなくて、今年の5月ぐらいからですね、はい、キリスト教団体、おうほうほう、キリスト教ですか、はいはい、先生もご存じの通り、韓国はキリスト教が強いんですよね。そうですね、もともとそうですよね。そのキリスト教団体の皆さんが、はい、日本だとどっちかというとキリスト教団体というとなんかこう、うん、リベラル系の人が多いんですが、韓国もそう、実はそういうのが多いんですけども、うん、そのキリスト教団体の人たちが、はい、やはりですね、この今のムン・ジェイン政権側がいわゆるチェチェ思想といって、チェチェ思想って言いますね、主体派、要するに親日政派の人たち、反米民族自立みたいなね、ことを言う人たち、反米反中民族自立を唱える人たちがこう中心になっている中で、北朝鮮なんかと連携していくと、自分たちキリスト教徒は全部弾圧をされる。なるほど、要するにされる。だって共産主義も含めたあのグループにとっては宗教は敵なので、それでやっぱり彼らが非常にこう反発をしてきて加わった、はい、でその上でもっと面白いのがですね、はい、ムン・ジェイン政権打倒をムン・ジェイン政権打倒をやってる中にですね、今社会主義のメンバーたちがそのデモに加わってるんですね、はいはい、なるほど、これどういうことかというとですね、前のパク政権打倒の時に、はい、要するに一緒にこのチェチェ思想派と社会主義系の人間を一緒になって戦ってたわけですよ、一緒になって戦って、はいはい、要するにやってたわけです。で、チェチェ思想派の人たちは反米民族自立みたいな考え方を言っている、うんうん、ところがこの社会主義系の人たちは、うん、アメリカを系統にした財閥によって、うん、韓国ご存知ですごい格差社会じゃないですか。そうですね、で財閥系の人の社員と、一般の人の社員の給料の格差がすごいじゃないですか、うん、はいはいはい、でだからで、労働組合も、財閥系の労働組合の社員は、年収800万とかもらっているのに、うん、
あのその下請けの企業になると年収200万とか300万みたいな世界で、この財閥系とそう下請けのこの格差が大きくて、これをなんとかこう是正しなきゃいけないというふうに思っている、はい、この労働者の待遇改善を考えている社会主義者たちが結局パク政権打倒で動いてたわけです。なるほど。ところが、そのチェチェ思想派の人たち、はい、政権取ってやっていくと、はい、結局何をやり始めたのかというと、うん、最低賃金を上げる、はいはいはい、やりましたね、やって何が起こったのかというと、中小企業がバッタバタ潰れてるんですね。そうですね、はいはいはい、でそれによって大企業によるこの M&A が進んで、うん、ますます財閥なるほど 逆の方行っちゃった、逆の方向に行っている。はい、はい、なるほど、はいはい。本当に逆の方向に行ってるんですよ。なるほど、なるほど。で、やっぱり社会主義だから、その、うん、もちろん最低賃金上げるのは賛成だけど、やっぱり基本的にはこの格差を是正したい。そうですね、うん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 、なるほど。そこでちょっと反目が起こっちゃってる。反目が非常に起こった問題が一つと、もう一つはですね、このムン・ジェイン政権 の、まあ、幹部たちの子弟たちが、はいはいはい、アメリカでに留学してるわけですね。留学してるわけです。留学してるわけですね。で留学して子供とか娘とか息子とか、でアメリカのいい大学に入って、うん、でどういう生活してるかっていうと、うん、高級会社乗り回して、で先生バーキンって分かります？はい、バッグの、はい、銀座のお姉ちゃんが好きな、あのバーキンというバッグがあってそれの私女の人を言う人、こういう、ね、バッグ一つですね、大体300万から400万するんですよ。はあ、あの銀座のお姉ちゃんが大好きだ、このバーキンとかを持って、美味しい ごちそうなんかを食べてるのを、そのインスタグラムとかフェイスブックにアップしたりしてるわけですよ。なるほど。でそういうのが分かって、要するにチェチェ思想派のメンバーたち、もちろん全部じゃないけど、は結局韓国の労働者のことや、なるほど、そんなこと何も考えてねえんじゃねえのかと、そっちに行ってるわけですね。なるほど。でそれでふざけんなっていう形で、その社会主義派の中、社の中の一部が、アンチムンジェインで動いてるんですよ。なるほど、なるほど。なんとなく分かりますね、それはですね、分かりますでしょ。保守派を打倒するまでは一緒だけど、政権取った途端に内部分裂みたいな ね、 そうよくあるね、日本でもありますよね。なるほど。それとキリスト教徒が、そうです、この3者が大きく連携をしながら、連携といっても別にその手を組むというんじゃなくて、アンチムンジェインで動いている、うんうん、なるほど。あ、そういうことなんですね。いうような状況が非常にこう今出てきてて、でじゃあその3つが一致するのかっていうと全然違うんですが、はいはい、その中で面白いのはですね、これはあの拉致問題の、まあ、救う会の西岡智先生なんかも雑誌で書いてますが、はい、例えば今年8月15日にデモがあった、はい、ソウルの青瓦の前、はい、青瓦台の前でですね、はい、でデモがあった時にそのデモの指導者がですね、日本を叩くことが、ね、韓国の国益になるのか、違うだろうって言ったら、みんなでそうだ、おお、そうですか。で日本を批判するだけで韓国は救えるのかって、そんなことねえだろうって言ったら、そうだ、なるほど、言って、なんて言うんですかね、この要するに反日というものが、結局この結果的に北朝鮮 に、ね、に韓国を追いやるためのプロパガンダに使われていると、うん、そういうプロパガンダに乗っていいのかっていうことを、このムン・ジェイン政権打倒のデモで言って、なるほど、そう今までだったらですね、ふざけんな、日本も敵だって言うんですよ、はいはい、でしょうね、でも今回初めてですね、そうだって声が上がって、で西岡先生は自分が韓国をずっとウォッチしてきたけどって、その反政府デモで日本叩きやめろっていうのに対して、賛同の声がデモから上がったのを初めて見たっつって、初めてなんですね。初めて。アンチ反日って感じですかね。そうです。だからアンチ
反日、じゃあ彼らは親日かというと違います。違うわけですね。あくまでも、うん、あの反日を叫ぶことが、うん、あのやるあのムンジェインに利することになるから、うんうん、今はやめようです。今はやめようです、はいはいはい、あの政権取ったらまた戻るような気がしますけど、だからそういうような空気感にずっと今韓国内部がこう、はい、大混乱。なるほど。でこれどうなっていくんでしょうね。ですね、経済だってガタガタですよ。ガタガタです、ガタガタです、だから本当にどうなっていくのかっていう問題があるんですが、はっきりしているのは、はい、あの今のトランプ政権側はこのジーソニア離脱のことも含めて、うん、今のムンジェインに対しても、まあ、剣もほろほろですよね、うんうん、そうですね、そうですね、剣もほろほろですよね、はい、そうですよね、はい、でいわゆるあのこの日本製がホワイト国を外した背景にも、うん、やっぱトランプ政権との連動があってありますよね。ありますよ。もうそれはないはずがない、うん、ないはずがないですよね。ないはずがない、はいはい、でその中で結局あの鈴沖さんとかですね、日経新聞の彼なんかもそういう分析を一生懸命してますが、もう韓国をグローバルなサプライチェーンから外す。ああそこまで来てるんですね、はい、あのあの中国を外すだけじゃなくて韓国も外す、韓国も外すと。じゃあもう韓国経済これ完全に締め上げられちゃいますね。あ、締め上げていくことになっていくと思いますよね、で日本の日本企業の韓国に進出しているのも、うん、多分もうあの日本に戻すのか、うん、ベトナムやタイに移動させるのか、とにかく生産拠点をどん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 移していくという方向に今全体の流れは動いていくと思うのと、あとですね、このあの経済の話でいうとですね、あの実はそのあのこのハイテク製品とかなんとか の、うん、あ の、 あのアメリカとかなんかの出荷工場です、ね、のメインとして今アジア太平洋地域のハブの港、はいはい、プサンだったんですね。はいはい、そうですね、はいはい、でまあ、もちろん上海が圧倒的に多くて、はいはいはい、上海があってプサンがあって、ね、ずっと落ちて横浜名古屋だったんです。そうですね、今そうですよね。だったんですが、はいはい、あのですね、今プサンが国際的なこうハブ港、ハブ港としての機能がどん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 落ちてて、で今変わって上がってきてるのは名古屋なんですよ。あ、名古屋上がってきてるんですね。名古屋が上がってきてるんですね。うーん、でなんでかっていうと、あの、まあ、先生もご存知の通りハイテク製品の城下町が名古屋三重にあるんです。はいはいはい、確かに、はい、あるんですよ。なるほど、はい、あるんですね。でそこを中心にしてこの名古屋の港っていうのの整備がずっと前から進んでて、うん、それがあの要するにプサンに代わるハブ港みたいな形になってきてて、うん、で今年の春ですね、あの実はその経済規模でいうとですね、うん、大阪を名古屋抜いたんですよ。あ、もうそこまで行きましたかね。はい、抜きました。あの話題 の、 あの知事も熱心ですけどね、愛知県経済の振興にはですね。そうです、だから、あの話題の知事は、まあ、あれはまあけしからんと思うんですが経済的なことで、要はこのプサンとか上海がダメになっていく、国際的なこのコンテナのね、あのハブ工事ダメになっていくときに、名古屋がその地位を取って変わるんだという意味での誘致も含めたことを一生懸命やるという意味では、あの例の知事はなかなかのやり手です。なかなかやり手ですよね。なかなかのやり手です、そうだもんですね、なかなかのやり手です、はい、あの誤解ないように言うと、僕はあの展示は反対ですから。あのこれ言うとね、なんかお前なんかね、あいつを擁護するのかというようなファクトの話と評価の話は別なので。そうなんです、そうなんです、よく混乱するんです、ね、混乱されるので困るんですけど、はいはい、いうような構図が今ずっと出てきてて、要はやっぱり国際的なこの政治的なリスクですね、この経済と軍事と外交が全部連動している状況の中で、やっぱりこのプサンや上海がダメになっていったら、じゃあ代わりにどこがこのアジアの貿易の中継のハブ港を取るのかという争奪戦が始まってて、
まあ、日本はちょっと負けられないですね、これね。負けられない。で、だから僕、そういうのは先生の出番で。いや、今、あれです、国際物流が日本が外されたっていうのをどうしようかってね、今一生懸命やってますけどね、はい、今、チャンスですね、そういう意味でですね。チャンスですよね。だって、同じように、香港だって、今、シンガポール何やってるかっていうと、トレーダーをどんどんヘッドハンディングしてますよね。はい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 、要するに香港が金融のハブとしてダメになっていくことを前提 に、うん、その地位をシンガポールは取ろうとしゃかりき、もうすでに動いたわけですね。いや、もう去年から動いてるので。去年からですか。だから先生の関係している本当は横浜とか、ね、はい、大阪とかが取りに行かないといけないんですよ。おっしゃる通りですね。まあ、今の市長ができるかどうかちょっと分かりませんけど、まあ、できるかどうかは別だけど、そういうような形でやっぱりこの、まあ、言い方悪いんだけど、相手の危機はこっちのチャンスなので、そうですね。でということはあれですね、はい、もうアメリカはある程度もう韓国をだいぶ前から見切っていたっていうかですね、それはあれですか、ムン・ジェイン政権だからなんですか、それとももうちょっと長期的な、長期的なことで言うと、朴政権の時代から、もうこれ持たないよねって、ああそうですか、いうふうに持たないよねっていう問題が、まずこの韓国自体が非常にもうどんどんおかしくなってきている、で皆さんご存知かもしれませんが、あの日本人は韓国は反日だっていうんですが、反日より反米の方がひどいですよね。なるほどね。だからさっきもね、チュチェ思想っていうのは反米っていうのがあるっていう、はい、そうです、もう、反米反中なので、反米反中なんですね、はい、なるほど、でそれはもう、チュチェ思想に韓国がどんどん染まっていくのは何十年も前から、それはやっぱり、財閥を中心とした、この韓国の企業の、はい、このなんていうか、独占体制の中で、結局、財閥の系の企業に入れば、それなりに給料もらえるけど、そうじゃないと安い給料でずっと出世できない。この格差に対する怒りっていうのはすごいので、そうでしょうね。でそのじゃあそのなんでその財閥はあれなのかって言ったら、要はバックにアメリカがいると思ってるわけで、あそういう構造になってるわけですね、はい、思っているんですよ。まあ、今流行りで言うと国際金融資本がみたいな、なるほどそういう、はい、なるほど。でも財閥こんなことしたらアメリカ逃げちゃうんじゃないですか、韓国から。あだからもうどんどん引き上げてきているという問題がこれ一つあるんですね、はい、でもう一つはですね、この、まあ、軍事的な話をするとですね、はい、国連軍っていうのが、はいはい、先生、ね、朝鮮戦争の時に国連軍ができて、はい、でそれ以来ずっと韓国軍兼、まあ、事実上国連軍として、うん、韓国に米軍は駐留しているわけですよね、そうですね、はい、駐留しているわけです、まあ、米軍だけ在韓米軍であり同時に国連軍みたいなね、はいはいはい、でこれは何かというと、敵は北朝鮮であり、はい、北朝鮮ルートの中国だっていう発想、はいはい、そうですね、ですね、はいはいはい、でその前線が要するに38度線だったわけですよ、はい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 、ところがこのだからそこに置いていたわけですね、うん、でも中国の軍事的発展の中で先生もご存知の通り、うん、中国はこの海洋戦略を、はい、まあ、1980年代に劉化成という海軍の大将が、うん、まあ、中将ですね、はい、要するに海洋国家中国を作ると、うん、で東シナ海南シナ海も含めて、はい、第一列島線第二列島線まで、はいはいはい、要するに中国の海にするんだっていう戦略をすることによって海軍を増強して、はい、それまでは中国は人民解放軍は陸軍でしたけども、ね、これを海軍に切り替える、はい、で切り替えてこの東シナ海南シナ海にどんどん出ていく、うん、ってなるとこの、まあ、この地図見ていただくと分かりますけど、南シナ海東シナ海に中国が出ていくことを牽制するためには、うん、はっきり言って朝鮮半島じゃダメなんです、うんうん、確かにそうですね、はいはい、ダメなんですよ、はい、そうですね、ダメなんです、全然ダメなんです、うん、朝鮮半島はロシア軍、まあ、ソ連軍と北朝鮮中国があるからソウルにある意味があった、うん、地政学的に、うん、なるほど、はいはいはい、日本ソウルですね、はいはいはい、でも今南シナ海東シナ海の方、東シナ海南シナ海行くので、うん、そうじゃなくて拠点が日本沖縄、はい、
で要は台湾ですよね、はい、なるほど。このラインで守んなきゃいけなくなってきて、南西諸島も含めて、なるほど。そうなると要するにあの米軍としてはです、ね、人数限られてるんですよ、はい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 、そんなに兵力たくさんいるわけじゃないんですよね、はいはいはい、その兵力を要するにソウルに置いとくよりも、うん、沖縄南西諸島をして台湾の方にトランスフォーメーション、うん、要するに再配備して、うん、要するに中国海軍の進出を阻止する方が、北朝鮮みたいにもなんていうか申し訳ないけど、まあ、核は持ってるけど、うん、通常兵力ほとんどガソリンがなくて動けないようなところに対峙するより大事なんですよね、うん、なるほど。あの宇多田さんこの本、はい、ちらっと最初の読んだんですが、はいはい、アメリカの方と会話をされて、はいはい、実はそのアメリカオバマ政権の時にだいぶ軍事も縮小されて、はいはい、もう2方面両方やるっていうのはアメリカもできなくなる、はい、無理ですということで連動しちゃうわけですね、はい、そうです。だから朝鮮半島有事と台湾有事っていうのは連動するっていうことの関係ですけども、どこにエネルギーをかけるかで、はい、あの米軍としては朝鮮半島有事も大事だけど、はい、もっと大事なのは台湾。そうですね、うん、これ何かというと先生ご存知の通り、台湾から南シナ海にですね、潜水艦の SLBM が OK になると、うん、太平洋に進出してアメリカ本土に SLBM で攻撃されることがいい。しかもそう深い海溝がある、そうです海溝があるので、はいはいはい、だからこの台湾海峡やこの南シナ海をのこの防衛ラインを維持するためにソウルに置いとく暇がないんです。なるほど、うん、あの要するに優先順位の話です。そういうことなんですね。なるほどね。でそうすると今米朝ディールやってますね、トランプとキム・ジョンが、はいはい、あれでトランプは何を目指してるんですかね。要は北朝鮮が暴発しなくて、あの核だけできないようにしとけばいい、なるほど。要するに朝鮮半島有事と台湾、うん、で朝鮮半島に兵力を投入、攻撃投入したら、はい、台湾海峡や南西諸島がらきになるので。そうですね、はいはい、だから今アメリカ軍は一生懸命355隻体制といってですね、うん、トランプ政権はアメリカ海軍を大増強すると、うん、で南シナ海と朝鮮半島日本海両方が守れる海軍兵力ができるまでは、うん、あどちらも戦争を起こせない。あなるほど。あの一時一昨年ぐらいはアメリカがいつ北朝鮮を攻撃するか、はい、まずはサイバー攻撃をやるんだなんて随分こう皆さんそう思ってた時期あったのが、はい、最近全くその話消えちゃいましたですね、はい、それはやっぱりそれぐらいこの台湾海峡が危機的な状況だと、ということ、ね、というようなことと、やっぱり今の習近平政権は、はい、あのやっぱり台湾の回収ということをやっぱりしたいし、台湾の習近平はあの、ね、憲法に、ね、事実上自分がね、うん、あのまあ、あのこの指導者であるという言葉で書き込んでいるんだけど、はいはい、あの毛沢東、鄧小平に次ぐ指導者だと、はいそうですね、じゃあ毛沢東、鄧小平と違って、習近平何やったんだって、確かに。やっぱり台湾の回収っていうことぐらいしないと、しないとっていうことですね。要するに何をやったのって、うん、もちろん経済的に中国強くなったという功績あるけど、うん、これってやっぱり鄧小平路線ですよね。そうですね、基本的に改革開放以来の、ね、はい、だから鄧小平路線のやり方であって、はい、習近平はその、まあ、流れを強化しただけであって、うんうん、その毛沢東、鄧小平に並ぶ指導者っていうのはちょっと、うんうん、なるほど。それでまずその台湾の前に今香港がああいうふうになってますけども、はいはい、江崎さん香港情勢どういうふうにこれやってますか。どう見たらいいですかね。どう見た、本当あれはなんかどんどん暴徒化してますけどね。ただ中国としては直接手を下しにくいでしょうし、あの僕が聞いてる話はですね、まずこのさっきの話ですけど、香港というのは、はい、中国が外資を呼び込むための、はい、まあ、要するに出島だったんですよね、はい、先生方ね。そうですね、はい、あの金融も含めた、だから、はい、あのあれは鄧小平の遺産と言われてて、あの香港は、うんうん、あの鄧小平が改革開放するときに中国本土を全部やるとまずいので、うん、出島として香港を一国二制度にして、うん、あそこだけは自由に商売できるようにすると、はいはい、で外資をそこを通じて導入するという、うん、まあ、要はあの外国の資本と技術を中国に、ね、引き込むための出島だったわけですね、うん、そうですね、その出島を
なんで習近平潰すんだって、うん、お前、ね、鄧小平先生が作った遺産を潰すつもりなのかっていう批判がある。なるほど、はいはいはい。でもう一つは、香港の民主化をなんで容認しているんだ、そうでしょうね、うん、という批判がある。両方あるんです、ね、真逆な批判が両方から来てるんですよ、うん、なるほどね。うん、習近平のが一番悩んでることじゃないですか。いやだからこれどっちを取るのかって、どっちもね、そうですね、でしかもあれですよね、で中国の資産を香港に持って行ってと、はい、いうことにおいて重要な役割を果たしてますね、はい、そうですそうです。なんか聞いた話では最近香港であのビットコインが値上がりしてるみたいですね、はい、要するにあの、まあ、キャピタルフライトを要するに、あのお金を逃がすためにビットコインも含めたものも含めたところで、とにかく、うん、あのね、あの母外、要するにあの、ね、通常 の、ね、この貿易収支と、うん、あのね、関係 の、ね、あ の、 この貿易収支外 の、うんうん、あのね、あるキャピタルフライトが大体、うん、大体年間20兆円ぐらいあると言われてますよね。はい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 、すごい規模ですね。すごい規模ですよね。だからそれがどん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 その、あの中国から資本が逃げ出している状況の中で、香港を放置しとくと逃げる、うん、だけど香港を潰したら外資は来なくなる、うん、そうですね、うん、どうなんでしょうね。だからどっちを取るのかって、取りようがないんじゃないですか、ね、取りようがないですよね。完全なジレンマですよね、これですね、はい、完全ジレンマの状況で、うん、だからまあ一番望ましいのはこの香港デモが、うん、あの結果的に続かないようにする、うんうんうん、で具体的に言うと、あの、まあ、あの流通とかなんとかも止めながら、うん、要するにこの香港の民主化をやる人たちに対して、うん、まあ、香港の人たちは食えなくなってきているので今、なるほど、収入がもう激減しているので、なるほどなるほど、だって観光が成り立たなくなっているので、兵糧攻めみたいな感じ、だから兵糧攻めの中で韓国の住民の人たちが民主化運動なんて言ってて、うん、食えなくなるんじゃねえかというふうに、この離反をさせるということを考えているんじゃないかという話もあるし、うん、あのそこは僕もだから香港情勢は追ってないんですけど、うん、ただ心配しているのは香港だけクローズアップして、うん、はい、台湾の危機の方に目を向けてないことの方が怖いと思います、はい、なるほどね。いや実は私もちょっと中国の親しい人から最近一番の関心は台湾だって言ってびっくりしたんですけども、はい、そういう崖っぷちなんですか。やっぱりもう本当に台湾危ないです。うん、あの熱い戦争あるんですかね。ですね、あの要するにホットウォーじゃなくてですね、あの今想定されているのは、はい、ハイブリッドウォーですね。ハイブリッドウォー、これどういうのかっていうと、はい、ロシアがクリミアを取った時やったやつです。あ、なるほど。どういうことかというとですね、はい、まずインターネットを遮断して、はい、外あの要するに国際社会とに情報連携ができないようにする、うん、でなおその中で自分たちに都合のいい情報だけをこのにネットの世界に流して、で軍や政府が通信機能が麻痺して何もできない状況の中で、クリミアの中で中にいる人間たち、はい、まあ、あの要するにが要するに暴動や何なら起こす、うんうん、でそういう起こす中でその地域にいるロシア系住民とロシア観光客の保護と名目をして、うん、はいはい、ロシアの治安部隊がクリミアに来る、はいはい、そうでしたね、はい、で結果的に気づいて、うん、そのでで治安を、ね、制圧した上で、うん、住民投票で、うん、ね、クリミアはロシアに帰属するという形に誘導してしまう、うんうん、なるほどね。で今度は1月にあれですね、総統選があります、はい、蔡英文どうなるかっていう、はい、ことですね、はい、だから蔡英文が再選するかどうかは、まあ、これ台湾の人たちが決めることですが、うん、はっきりしてるのは、うん、やっぱりそれぐらいこのなんか台湾に対してこのハイブリッドを、うん、要するにこの情報戦ですね、うん、だからそういう情報戦やこのインターネットの遮断という形で中国の通信網となんとか潰れていく、うんうん、なるほど、いう状況になっていく
ことを前提にどういうふうにこの台湾を守るのか、うん、だから今ご存知の通りですね、今トランプ政権はですね、うん、毎月1回台湾海峡に軍艦を、はい、航行させてるんですね、はいはいはい、あのトランプ政権前はですね年に1回あればよかったんです。なるほど、うんでも今毎月のように軍艦を、うん、あの台湾海峡に派遣して、うん、この間イギリスの軍艦も台湾海峡行きましたよね。だ今イギリス、フランス、オーストラリア、ニュージーランドとアメリカがある、まあ、連合して台湾海峡周辺に軍艦と、うん、あの要するに戦闘機をこうあの、まあ、この回して、うん、で要するにそういうあの台湾に変なことさせないぞという、なるほど、ね、いう形で非常にこのつばぜり合いがずっと続いてますよね。まあ、そのあたりに実はすごくその国際情勢のまあスポットを当てて考えなきゃいけないのに、はい、ほとんどの人が台湾のことって日本人は意識してないですよね。意識してない、もうね、だから先生とかはだからだって議員の時に台湾何度も、行きましたね、はい、まあ、で台湾行きました。私もすごく感じたんですが、やっぱり、はい、あの日本人とマインドが近いっていうか、はい、少なくとも大陸の文化と違うなっていう、はい、でこの勢いで我々はフィリピンにも行きましたし、さらにはベトナム、はい、そうですよね、インドネシアなんてやってたんですが、はい、ちょっとそれが中断しちゃったんですけどね、はい、あのなんと考えたのは海洋国家連合みたいな、はい、そういう軸を作らなきゃいけない。今安倍総理がそれはインド太平洋って言ってやってますけれども、やっぱりその辺もう少し意識しなきゃいけませんね、日本としてですね。だからトランプ政権が台湾旅行法っていうのを成立させてですね、今何をやってるかっていうと、やっぱり米中国交樹立、つまり日台、うん、あの米台がですね国交がなくなった後、はい、台湾関係法を作ったんですが、はい、基本的にはですね、うん、台湾の、アメリカの政府関係者は台湾に訪問しない、うん、表向きは、表向きはですね、はい、いうような形で、はい、結局この政府高官レベルの交流っていうのは制限していたんですね、はい、まあ、もちろん政府です、はい、だから共和党や民主党の国会議員たちが台湾に訪問したりすることは日本もやってますけど、はい、まあ、先生方も行かれてやってるけど、はいはいはい、政府官レベル、うん、まあ、例えば日本でいうと外務大臣がじゃあ台湾に行くのかっていう、そうですね、行かないですよね。そうですね、はいはい、でそういうものをずっとやめてたわけですが、うん、トランプ政権は台湾旅行法っていうのが、まあ、超党派で成立して、トランプ政権というかアメリカ政府として、はい、アメリカ、としてです。でその台湾旅行法に基づいて、台湾にアメリカ政府の高官が今台湾に行くし、台湾でもやってて、でこれつい数日前も安全保障に関して、はい、台湾の高官とアメリカ政府の幹部が合同でどうやって、うん、この台湾との商売をやるのかとか安全保障をやるのかという国際会議をわざわざ開いて、なるほど、なるほど、いう形でこの政府間レベルの台湾との関係をトランプ政権は ものすごいレベル上げてます。なるほどね、まあ、そういう状況をこう見ていくと、はいはい、まあ、結局その根底にやっぱり米中のあれがあるということになりますね、はいはいはい、これどんな流れになっていくんでしょうかね、これからですね。どんな流れになっていくのかっていうのはどうなんでしょうね、ま、先生はどうご覧になりますか。まず今進んでるのがサプライチェーンの分断であると言われてますね、はいはいはい、でこれでそれを やるのはいいんですが、はい、まあ、関税引き上げ競争をやってるとやっぱり経済がガタガタになってくる、はい、それとトランプの再選も危うくなるって話も出てきて、はい、どこまでやるのかなっていうのがですね、でも やらなきゃいけないやらなきゃいけない、はい、そのあたり どんなふうにお考えですか。だから、やっぱりこの経済的に先生がおっしゃる通り関税の引き上げをするっていうことは、まあ、今人民元安になっているので、実は関税引き上げをしても人民元安になっているので、アメリカにとっての輸入でいうと関税の上がった分を人民元安で吸収してもらっているので相殺されちゃってるんですよね。実はアメリカの消費者にとって関税引き上げがこの物価高になっているのかという、必ずしもそうじゃないんですよ、うん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 、まず基本的なことで、うん、まあ、消費者に及んでないですね。及んでない、はいはい、でアメリカの農産物に関してはやっぱりこれ困っているんですが、うん、これに関してもこの間中国はアメリカからのこの農産物の輸入に関しては全部もう一度
買いますと、うん、言ってますね。言ってますよね、はい、これ何かっていうと、はい、まあ、あのトンコレラ、あの豚コレラ、はいはいはい、あの関係で、中国の養豚業が全滅状態で、はい、豚肉が上がってると、豚肉の値段が上がってて、今ヨーロッパから緊急でですね、はい、豚を大量に輸入してて、はい、実はこれからですね、冬にかけて日本のラーメンのチャーシューの値段が上がってきます、はい、豚不足になってきてるので、うん、世界的に、はいはいはい、でいう状況なので、中国の養豚業を復活させるために、うん、アメリカの飼料ですね、うん、要するにこの畜産の飼料を、はい、輸入を再開せざるを得ないぐらい、うん、いや中国は今追い詰められているので、はいはいはい、だからそういう意味では中国の方が非常に劣勢です。今劣勢ですね、完全に劣勢ですね、劣勢ですし、やっぱり去年年末に習近平は減税をして、うん、でまずこの所得税減税をして、うん、とともに公共事業、はいはい、一帯一路だけじゃなくて公共事業を付加して、うん、まあ、鉄鋼とかああいうものを大量に発注することで、うん、このやっていく。だから今年の1月2月はオーストラリアからの鉄鉱石の輸入は急増したんですよ。なるほど、うん、で鉄鋼の生産量もぐわーって増えて中国で、はい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 、で景気決して悪くなかったんですね、うんうんうん、米中貿易戦争があったにもかかわらず、うんうん、ところが5月の段階でピークアウトといって鉄鋼石の輸入がガクッと落ちて、はいはいはい、で鉄鋼の生産量も今ガクッと落ちてるんです。はいはいはい、つまり財政出動によるこのね国営企業に仕事をさせるということでやってけど、うん、在庫が蓄積されて、まあ、はい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 、もう限界来てるわけですね。限界に来てる状況ですから、うん、むしろなんかこの間田村さんここで来て、はい、田村秀夫さん、はい、セメントとかそういうの減ってるとか。そうです、マイナス成長じゃないかって、ね、そうですだから、はい、だからそういうふうな状況になってて、実はそのセメントとか鉄鋼とか鉄とかを一生懸命買ってたら文在寅政権なんですよ。ああなるほど、うん、中国から、なるほど。でそれも実はトランプ政権は文在寅ふざけんなっていう話、はいはい、なるほど、もうギリギリと締め上げてますね。はい、締め上げてます、はいはい、で経済的に締め上げて、追加で今締め上げようとしているのが、この要するに宗教問題、要するにウイグルの問題、はい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 、うん、これは何かというとイスラム教の人たちを味方につけるっていうことと、イランと中国の分断工作、あ、なるほど、うん、でウイグルというイスラム教徒たちをこんなに弾圧しているのはどうなのというキャンペーンを国際的にすることによって、うん、ね、中国と組んでいるイランの皆さんって、うん、あなた方はそれでいいのと、うん、イスラムでそれをやると、うん、イランを応援している、うん、イスラムグループも、うん、だんだん応援しづらいですよね。なるほどね。だからイランを孤立化させるとともに、中国とイランの分断工作も兼ねて、うん、このウイグル問題を全面的に、だからペンスも含めて今、うん、ガンガン言い始めてますよね。確かにそうですね。このご所長にも書いてありましたけど、はいはい、中東情勢もですね、はい、朝鮮半島も台湾も実は連動していると、はい、全部連動してますよね。連動したわけですね、はい、連動してます。日本の場合はこれ個別にこう見てしまうというところが、実は奥深くでつながっていると、はい、そこを読まなきゃいけないということになりますね。でその時にやっぱり先生のご専門のやっぱり財政、金融、経済、うんうん、やっぱこの辺のところを見ないと、うん、このやっぱ政治ってなかなかね、まあ大変ですね、うん、問題はやっぱりだから日本ですよ。いや日本どうするかですね、この中でですね、はいはい、まあ、ちょっと最後に日本どうするかなんですが、はい、ちょっと今のこの状況、韓国で騒ぐのはいいんですけれども、はい、日本はどうするかっていう視点が、はい、本当真剣に考えなきゃいけない、はい、表面的に言うと国際情報戦ちゃんとやらなきゃいけないっていう話もありますし、はいはい、もう少し突っ込んだ話をすると国防力どうするかって話もある。その辺は江崎さんと何にご覧になりますか。はい、要は最後は金の問題なので、うん、なるほど。やっぱりもう先生のプランのやっぱりそういう、はい、まあ、100年国債も含めた、はい、やっぱ新しいこの財政を出す仕組みというものをやっぱり踏み切って、やっぱりプライマリーバランス、まあ、僕は財政再建は僕ある必要でね、うん、必要だと僕は基本的に思ってる人間ですが、うん、経済成長をなくして財政再建はありえないわけですから、うん、
あとね、やっぱ医療費なんかに関してもやっぱりこういろいろね問題はあるので、うん、そういうところの見直しなんかも僕は必要だと思っています、うん、あと、まあね、あの先生も努力されてきたようにやっぱりいろんな補助金なんかもね、うん、エンドユーザーが全然どうなっていくか分かんないままに、はいはい、なんか特定のね利益団体にだけお金配ってて、新しいビジネスを作ることを妨害してるみたいな、そうです、はいはい、いやそういうところのこのメスを入れることと、でも一方でやっぱりこの防衛や新しいこの技術に対しての財政出動の仕組みというのと両方必要ですよね。必要ですね。いやまさにおっしゃる通りで、はい、今あのちょっと危機感が足りないんですね。もうあの米中に比べて日本のこの情報技術面での遅れっていうのが、はいはい、これがもろに国防にも影響してきている時代になった時に、はいはい、あの建設国債の議論があるんですが、はい、トンカチ事業しかこうあのいわゆる国債発行対象になってない、はい、あれはおかしいです。そうです、はい、でまさに科学技術だとかそういうものは資産なんですから、はい、そちらにどんどんお金を出せるようにしていかなきゃいけないし、はい、でとにかくあの景気を吹かさなきゃいけないという時に、従来の発想ですと公共事業人手不足で消化できない、うん、そこで終わってしまうというのがちょっと違うんじゃないかなと、まあね、もちろんこの道路や、ね、そういう橋とかああいうものの、ね、公共事業も必要だけど、先生がおっしゃるようにトランプ政権はですね、とにかく、あの国防費をですね、62兆円から69兆円、で69兆円から78兆円ぐらいに上げてるんですが、なるほど、あの毎年ですね7兆円以上上げているわけですが、その上げてるもののうちのですね、うん、あの大体まあ5割から6割は、はい、あの防衛あのこの国防技術に関する開発費なんですよ。技術開発ですね。そうです。なるほど。あの 5G だけじゃなくて、さまざまな技術開発にお金をぶち込んで、でこのイノベーションを徹底的にやる、うんうん、なるほどね、でそうやっていかないと、うん、あの中国からこの技術を盗まれるのを防ぐだけじゃダメなんです。そうですね、うん、盗むのを防ぐのも大事だけど、それ以上に、うん、で中国アメリカがこのね、あのイノベーション技術とかなんとかにおいて最先端であり続けていくことこそが、うんうん、やっぱアメリカの国益であるという、もう明確な、うん、あの愛もう思想に基づいて、哲学に基づいてトランプ政権は、うん、あの防衛費という名の事実上の技術開発、うん、基礎技術開発にものすごいお金ぶち込んでるので、うん、なるほど。もともと中国の軍事費もかなり情報技術も回ってますからね、 AI だとかですね、はい、まあ、まあアメリカもそうしていただかないと困るんですが、問題は日本で、はい、日本です。多分ゼロの数がいくつか少ないっていう、そうです世界ですからですね。なんかこの間 AI の専門家に聞いたんですが、はい、今 AI ではある特定の分野は中国語でないと論文が読めない世界になってしまったと、はい、まあ、アメリカも相当こう危機感感じてる、相当危機感感じてるので、やっぱそういうところに金をどんどん入れ込みながら、いやそれで、うん、無駄に使われるものいっぱいあると思うんですけど、うん、無駄に使われようが何だろうが、うん、そうやってなりふり構わずやらないと、やっぱ中国に、ね、次の世代 の、ね、あの技術は乗っ取られてしまう、うん、というこの戦いに負けるわけいかないんだっていうのがトランプ政権なのに、日本側はなんかその戦いが合ってることを理解しているかどうかも、まずそうですね。それからあの政府が何かやるっていうと、やれ官民ファンドが無駄が多かっただとかですね、はいはい、すぐ行革論に行っちゃうんですね、はい、ちょっとね水準の違う危機感を感じてもらわないといけないなと。国家には国家の役割があるから国家が存在してる、はい、そこを忘れてるような気がしますね、はい、あのそこはあの例えば産業革新機構が JDI、ジャパンディスプレイのですね、問題に関して、ね、あんな、ね、8000億もぶち込んだのに、うん、あんな無様なことになって、ね、どうこうだという批判がいっぱい出ている、うん、まあ、僕はその批判もあるし、JDI の中 の、ね、このやっぱりに対する産業革新機構 の、ね、このいろんな指導や、うん、あのね、この人材派遣の在り方についても疑問は山ほどある、うん、言いたいことも山ほどある。あるけども、はい、基本的に中途半端なお金しか出してないことが失敗なんですよ。おっしゃる通りなんです。中途半端なんですよ。おっしゃる通り桁が違うんです。桁が違うんだから、あの8000億を、ね、もう戦力の蓄次投入してきてるわけですよ。おっしゃる通りです。 JDI に対して、はい、ジャパンディスプレイに対してですね、はいはいはい、あんな、ね、まとまってボーンとやって、そうなんですよ。でやっぱり、ね、新しい技術開発をやらせるというふうにすればいいのに、うん、それをせずに、うん、
おっしゃる通りなんですね、はい、とにかくあの戦力の蓄次投入っていうのは日本の一番間違った考え方で、はい、でそれで間違ったら、ね、間違った政権は責任を取る。そうなんですね、あのだからそれで失敗したら、ね、経済産業大臣の誰々の責任でこれは問題なんだから責任を取らせる、うん、僕それは僕はあっていいと思ってです、うん、それは見れりする、うん、だって税金なんだから、うん、そうですね、だけど蓄次投入することでもうわざわざ負ける戦いをしてるよねって、うん、おっしゃる通りですね。だからそこの辺のですね、はい、戦略的発想がどうも日本の政府に欠けていますよね、はい、でその戦略的発想の基盤になるのが戦略的認識能力だというふうなことで、はい、まあ、あのこの本もちょっと私もじっくり読ませていただきますが、はい、あの例の朝鮮戦争が実は日本も非常に関連していたと、はい、ちょっとこのあたり教えていただけますか。あ、要はあの朝鮮戦争の時に、はい、あの少なくともスターリンは北海道東北を取るつもりだったので、はい、うん、なるほど、取るつもりだったので、やっぱりあの朝鮮戦争で、うん、あの在日米軍を朝鮮半島に振り付けにして、うん、で日本列島を空にする、うん、で日本にはまだ軍はいない、うん、だって警察呼びたいもなかったわけですから、でいう中で北海道を、うん、を取って、うん、で北海道東北を支配下に置く、うん、でまあここに書きましたけど当時だからあの在日米軍は、うん、あのソ連が本気で侵攻工作申請やってきたら、うん、北海道東北つまり宮あの仙台より、うん、あの東は放棄する予定だったので、なるほど、うん、あのもうそういうもうファクトが残ってるぐらい、うん、危機的な状況だったので、なるほど、で当時、はい、そういう状況を認識していた元日本の軍人とか、はい、いらっしゃったってことですか。あ、いっぱいいました。なるほど、で、あの正確に言うと当時の日本の軍人は理解していた、当時の、はいはいはい、でボケてたのはトルーマン政権、あトルーマン民主党政権は、スターリンと毛沢東は仲違いしてて、スターリンは敵だけど、毛沢東は中国の、ね、はアメリカの味方だというふうに勘違いさせられてたんだよ。なるほど、でそういう意味でアメリカもしょっちゅう戦略的にミスを犯す、でそのミスに対してそういう甘い見方をしてたら大変なことになるよっていうことを、やっぱり当時の占領下の日本の軍人や政治家たちが、うん、まあ、吉田茂も含めて GHQ やウィロビーというあの、まあ、あの G2 ですね、はいはいはい、情報をやっている、はい、あの人間たちにそういう情報を与えて、うん、ウィロビーたちがあのワシントンにそういう情報をあげて、うん、なるほど、立派ですね。いや立派ですよ、やっぱりね、あの占領下の日本って、あのダメだとか言うんじゃなくて逆で、占領下の日本ってトルーマン政権いかにダメなのか分かってて、一生懸命あの彼らにお前らこんなこと分かってないとダメだろうって言ってやってるので、なるほど、やっぱりその後ですね、独立自尊の心を失ってしまった。そうその後です。やっぱり旧軍の人たちや、やっぱり戦前の教育を受けた人は立派ですよ。なるほどね、はい、いやでそういういわゆるまあ、いろんな、まあ、極秘の情報も含めて、はい、やっぱり読んでいかなきゃいけないときに、はい、あのベノナ文書って、はいはい、あれは どんな感じ今ですね。あれですね、あの、まあ、ベノナ文書っていうのは1943年から、まあ、大体47、8年まで、はい、アメリカの陸軍情報部が、はい、あの在米のソ連のスパイとソ連本国の秘密の伝聞を傍受して、それを解読する作戦をベノナ、あのオペレーションベノナ、ベノナ作戦って言って、それで出てきたこの解読した文書、うん、はい、のことをベノナ文書っていうんですよね、はいはい、それが1995年にオープンになって、はいはい、まあ、あのアメリカの国家安全保障局によって、うん、でその結果ルーズベルトの周りにいる人たちがかなりソ連の協力者やスパイであったことが分かったという文書ですよね、うん、はいはいはい、あれが分かったことによって、うん、やっぱりあのルーズベルト民主党政権が実はかなりソ連によってこうコントロールされてきたことが疑いとしてあったんですけども、事実だったことがある程度分かってきたと、うん、なるほど、はいはいはい、そうするとそのあたりを掘り下げていくと、はい、実は歴史認識が全然変わってくる。あ、全然変わってきますね。変わってきますね。なるほど。だってそのルーズベルトの側近たちのことの中で、とりわけソ連と連携している社会主義者たちのことをニューディーラーというんですが、でこのよくあの保守派の人からニューディールって言うなって言われてるんですよね、はい、お前あの革新家というか、あのニューディーラーたちが占領軍として日本にやってきて、憲法や教育基本法の制定や、
まあ、このいわゆる皇室典範の改悪や、はい、あの財閥解体や、はいはい、あの要するに日本の、ね、経済をぐちゃぐちゃにする政策をやってたのがニューディーラーで、うんうんうん、彼らがの多くがやっぱりソ連の審判や工作員だったことが分かってきたのがこのベノナ文書ですよね。そうですね、はい、中西照正さんとは、はい、私もあの議員だった時に保守系議員の勉強会でよくいろんな議論させていただきましたけど、はい、でもそういうところをきちっと押さえて、はい、じゃあ日本どうするかをみんな本当もう少し政界も官僚もですねはい、あの真っ当な危機認識を持たなきゃいけないということですよね、はい、まずここからやらないといけないですね。あだからそのためには、だから早くだから先生が国政に戻っていただいてあのやっぱりそういう経済とインテリジェンスと軍事とか外交とかそういうの全部連動してダイムっておっしゃってましたね。ダイムですね、はい、いう枠組みでやっぱ考えていくとともにやっぱりあのこのベノナ文書の分やるとですね、ルーズベルト政権の中に入ってきた、はい、あのスパイ工作員のですね、はい、メインターゲットが、うん財務省なんです。おほほそうなんですか。それは何かというと、ええ、金なので。あなるほど、あ、はい、金です。金を牛耳ったところが勝ちなので。はいはい、なるほど、メインターゲットです。で要はこのあのね、せっかく第二次世界大戦が大東亜戦争でに、まあね、あのというか第二次世界大戦で日本は、うん、アメリカに、まあまあ、アメリカに、まあ、してやられたわけですが、うん、でアメリカしてやった後ですね、蒋介石は戦勝国なのに、うん、その蒋介石を見捨てるわけですね。具体的に何かというと、あの国共内戦で毛沢東と蒋介石の国民党が国共内戦し始める、うん、で本当なら蒋介石軍が圧勝するべきなんですよ。はい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 、そうですね、うん、圧勝する。でも負けるんですよ。はい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 、なんで負けたのか、うん、金です、うん。具体的に言うとですね、あの毛沢東の中国共産党軍には、はい、スターリがふんだんに武器弾薬資金を提供した。トルーマン政権は蒋介石に対して経済制裁をやったので、このミスが武器弾薬の禁輸をしたので。なるほど、経済援助を軍事援助をするんじゃなくて、軍事援助をやめるだけじゃなくて金融までしたの で、 なるほど。で武器弾薬でそれまでアメリカ軍の兵、武器使ってるわけですよ、戦車から、この機関銃から、武器弾薬アメリカ軍は供給してもらわなくなったから、だから中国人民解放軍に勝てなくなっちゃった。なるほどね。でそのお膳立てをしているのが財務省で、アメリカの、はい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 、はあ、そういうことなんですね、はい、で財務省が査定して、やっぱりだって中国蒋介石に対する武器弾薬 の、ねうん、あの輸出や、ねうん、援助は無駄だ。あなるほど、まあ、日本の財務省もあちこち無駄だ、無駄だ。そうじゃやめろ。そうですね。だからそうそう。だから同じです。だからそういう意味では、その財務省工作っていうのがもう肝なので。なるほど、ね。あのベノナ文書の中西先生の本なんか読んでると本当、もう財務省財務省財務省ですよ。はあ、そうですか。なるほど。アメリカがあのあれです90年代に大蔵省解体やったっていうのは理解ちょっと理解できるところありますし、日本の財務省をやめたらいいんだという。いやだってお金出さなくなってね。あのいくら立派な自衛隊があったって、武器弾薬燃料のお金がもらえなければ、そうですね、戦えないので、やっぱり最後にあの決め手になるのは金だと。金だし、まあ、もっと言うと、まああのまあ、先生のご専門ですけど、国債の発行に関してですね、はい、自由に国債の発行ができなくなった、うんね、これ何かっていうと、ね、戦費の調達を日本は自前でできないようにするって話ですよね、うん、国防費は赤字国債になっちゃいますからね、はいはい、だから要は日本が戦争ができなくさせるためには国債を自由に発行できないようにして、財政出動できないようにすれば戦争を日本はできなくなる。実は財政法4条の改正ってこの国防の観点からも重要だ、はい、そうです。でそういうことをほらね、もうあの先生は分かりますけど、そういうことを理解している、あのいやだからその国債の問題と国防の問題はもう完全連動しているんだけど、その問題を理解している人が日本の政治家に何人いらっしゃるのか、すいません。その通りですね、まあ、とにかく日本の政治家、こいつは失礼ですが、財務省と議論しても勝てない人ばっかりなんですからですね。だからそうです。やっぱり
私は桜内氏のように財務省と戦ったっていう、はい、戦って勝ってきたっていう人はあんまりないんですね、はいはい、まあ、だから、まあ、あの憎まれたんでしょうけど、いや今度は憎まれないかもと頑張って、あのでもやっぱりそういうことを理解する人が出てこないと、はい、やっぱりあの、ね、あの強い日本を作るためにはやっぱりお金なので、そうですね、その通りですね。やっぱり基本はお金、そしてやっぱり危機認識と、はい、そこは情報ですね、はい、このあたりあのもっとしっかりしなきゃいけないということで、はい、本日は江崎さん、はい、どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。